流星、なるほど流星か、レベル操作系ですかね。ちょっとハンド弱いが、さあちょっと相手のね、介護をしていきましょう。一流介護士救世系実況者リュウさん、本気出していきます。ちょっとハンドが弱いですが、ドロー、あ強いですわ、ハンド強かった。救世系実況者兼介護士ですかね私は。あいいねいいね、そっちもあのデッキ掘ってくれるんだったら結構早く来ましょうだわ。あのねネタレッキっつったってね、なんかね20ターンとかかかるパターンあるんで、あのネタレッキ選手権のデッキとしてね、まあ、それはさすがにちょっとさすがに採用しきれないみたいなとかあって、今なるべくコンボは早く決めていただかないと、あの僕の喉が死ぬんですよ。あの物理的な問題で、あの私の喉が死ぬっていうね、あのそういう問題が発生してるんでね。あまりにも物理的問題すぎるけどな。おーいいね、ブーギートラップ発動、ブーギートラップ、このブーギートラップとかいうカードも介護カードとして優秀すぎるわこれね。こうやってペッてやって贈り物をペッて置いて、あいいねいいねいいね、いいよいいよいいよ、ゴリゴリ引いていこう、ゴリゴリ引いていこう。はい、でさらに2枚ドローさして、はいいいね、いいよいいよいいよ、でカード消せとはターンを終了していく。これは何のカードだ、さあフリーチェーンなんかあるな。とりあえず仮面を発動してチェーンうるさいのを切っておこう。あの基本的にネタレッキ選手権であのドローフェーズに仮面とか打つのマジでマナーなんで。あいいね、ハンド強いね、いいよ、アドバンテージさえぐいよ、あとさえぐいよ。相手手が何枚あるんだ分かんないけど、相手手がなんか8枚1234568枚ぐらいじゃないか、8910対2、きた神ゲー。さあリフレクター OK、 リフレクター、さっきめっちゃリフレクター捨ててましたけど大丈夫ですか。バスターモード OK で、サイキックリフレクターの効果を発動し、バスターモードの効果によってを見せつけることによってバスタービーストを特殊召喚していく、ナイスで、17ですね、17ライブしていく。さあ何が出てくるんだ、お来た、いくぞユース強いし願いが新たに回復欲しくなる。召喚工事忘れたわ、久しぶりに光さす道のあれ、シンクロ召喚飛翔せよ、スーターダストドラゴン、そして追ってたセイバードラゴンだ。ちょっと待って、召喚工事を探すから、ちょっと待って、早い早い早い、ちょっと待って、なんだっけね、星流れる後にがどうのこうのわかんねえ、忘れた、おっミラクルシンクロフュージョン、何ミラクルシンクロフュージョンで、スターダストドラゴンと、ブーストウォリアーほうで出た波動力士ドラゴンエクティス、そしてこれはまさか圧倒的 DDR ディファレントディメンションリバイバル、きたかっけー、なんだこの場面かっこよすぎる、やばい、これはちょっと待って、これはさすがにパースビュー、かっこいい、かっこいい、この場面神ゲーです、美しい、見ているかアンチノミ、お前はよデュエルリンクス来いや。さあお相手の方、イザヨイアキ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエルをスタンバイしていく。芽吹く珍しいですね、デスラクーだ、はい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 、なるほど、リバースとワンドローズやでね、一旦に一度、OK、サイクルリバースワンドロー OK で、タイムカプセルいいよ、 OKOK、 さあゴリゴリとまずはデッキを掘っていくっていうスタイルでしょう。ちょっとデッキ掘ればでね、結構ねいろいろカットとか、まあ、早送りとか結構多めになるかもしれないけど、よろしくね。さあ3体リリース出た、オシリスの天空竜出た、ドジリスと言われている通称ドジリスと言われている、オシリスの天空竜いいですよ、オシリスの天空竜、これどういうキャンだろうね、とりあえずちょっとブーギートラップ使って相手のデッキ掘らしてあげるわ、はい、もうゴキボリいらんからよ、で強欲な贈り物していく。さあ2ドローしろ、いいぜ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 、ちょっとさでもあんまり引かせすぎるとさ相手なんか手札捨てなきゃいけなくなって、なんかちょっとコンボパーツ揃わないみたいなね、そういう問題も発生しがちではあるんだが、さあエンジェルトランペッター、エンジェルトランペッター召喚成功時のダークバーチャーの効果で6進気動画と飛んでくる、いいね、
さあ6新キロ飛んできて、何が来るんでしょうか。さあここでコーラルドラグーンね、オッケー、コーラルドラグーン、オッケー、いいよ。コーラルドラグーンで何をしていく。ミラクルシンクロフュージョン、なるほど、ミラクルシンクロフュージョンで、シンクロモンスターを使った融合召喚ができるやつ。ドラゴエクセス来た。さあドラゴエクセス来た、波動力士ドラゴエクセス、かっこいい。このモンスターやっぱね、見た目がかっこいいのよ、イラストがね、やはり。おうほ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 う。さあ相手ちょっとなんかコンボパーツ揃うまでちょっと早く、お前早く解放せやみたいな感じになってるけど、ああそうかそうか、将来弾強いんだけど、ゴキブリ死んだわ、ちょ将来弾強で、これどうするんでしょうか。トリックスター、ナルキス、誰、相手が効果ダメージを受けた場合にこのカードを手札から特殊感する。このカードがモンスターとに存在する限り相手が手札墓地のモンスターの効果を発動するために200ダメージ。なるほどね、はいはい。でこれ送りつけるのか、なるほど。ってことはアキちゃんが墓地のカードの効果を発動すると、200ダメージっていうことね。はい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 、なるほどなるほどなるほど。さあなんかちょっとやばいことが起きそうな気配だけはするが、さあいざよいアキ選手、何が起きるんでしょうか。さあディパーテッドガイ、ナルキス効果200ダメージ、オシリスの手、何これ何が起きてんの、ディパーテッドガイ、はい、墓地送られました。ナルキス効果200ダメージ、ドラゴエクティスがこれなんだっけ、このカードがフィールド上に存在する限り相手カードの効果によって自分の、効果ダメージが代わりに相手が受ける。なるほどね、はい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 。ディパーテッド、これ何が起きてんの、ちょっと待って待って待って、うわ何が起きて、待って何が起きてんの。ディパーテッドガイが自分のスタンバイフェイズ時にこのカードが墓地に存在する場合相手フィールド上に攻撃表示で特殊召喚される。でそれを将来弾でぶち殺す、なるほど、そういうことか。出た、無限、無限オシリスや、無限将来弾、無限将来弾、なんて言えばいいんだろうなこれ、無限将来弾、波動ディパーテッドバーン、ちょごめんデッキ名ダサいわ、ちょデッキ名教えて。さあパンドラの箱、魔法の使い手、なるほど、あとハンド強、ハンド強、これ要介護者だ、これ要介護者発見で、カッポベースを2連発していく、うま、俺カッポベースつけたうま、これ相手になんと6アドも稼がせることができるっていうね、要介護デッキ、これ結構デッキ多いな。でおいで、はい、ゴー。さあなかなかのギミックとなっております、この最強デッキ。これ相手にね、なんと、2ターン目に6枚の反動を引かせることができるっていうね、最強デッキですこれ。さあ、ポンコツのイージーね、はい、なるほど。通常モンスターを、ドローすると、ドローしたら、その通常モンスターを見せつけて、で通常モンスターだったらもうずっと永遠に引き続けることができるというね、その最強の、マジックカードとなっております。さあポンコツのイージー、ちょっと一回飛ばすか、この辺は投げよう多分。さあハンドやべえことになってんぞ相手何枚手札あんだよ、やばすぎだけど、よくわからない、見たこともない矢印出んぞ、あれね、ボンコツあるあるなんですよねこれ、見たこともない。さあデッキを全部引き切ったキャタピラ見せる、オッケー。さあデッキを全部引き切ることができた模様です。さあこっから異次元のコンボが始まるんでしょうか。お前誰や、お前誰やねん、音響戦士ベーシス、一旦一度、レベルが手札の枚数分強っ、墓地のこのカードを除外して、なるほどね、はいはいはい、ああなるほどなるほどなるほど、なるほど、レベル上げられるのか、なるほど、はい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 、レベル 70? ハサミ打ち、なるほど、ハサミ打ち、はい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 、でハサミ打ちで、はい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 、で相手のモンスターをぶち殺していく。で、あ、墓地効果もあるんだね、墓地効果もある、墓地のこのカードを除外して自分フィールド上の、音響戦士をターン終了時まで、その自分の音響戦士モンスターのレベルを、手札の枚数分上げる。なるほどなるほど、異次元からの枚数、待って、レベルやばくない、116で一体俺は何が起きるんだ、これ何されるんだ、116、138、さあどんどん上がっていく、一体レベル何まで上がるんだこれ、103、160
いやまだあんのかい、まだまだすんのかい、これいくつなんだ今手札、あいつ何枚あんだ。でベーシス効果、はいはい、で181、181からのベーシス効果で202 200くれんのかい、くれんのかい、このモンスターどうすんのこれ、何がしたいの、何これ、どういうこと、レベル202のモンスターもらったんですけど、めちゃくちゃ強いやん、202とか。これさ、あれかな、電卓かな、電卓、電卓、電卓じゃねえや、なんだこれ、フロトロン、誰お前、フロトロン。で下克上の首飾り、あ、やばいこと起きるぞこれ、これやばいこと、え、10万って、やっ